名前は遠藤二郎です。もともと建築を勉強して、建築の仕事をしてきたんですが、タイに 移ってから、極端に照明とかそういう方向に、仕事が移ってきました。で、あと学校で、今大学で、インテリアデザインを教えてます。もともとその建築をメインにしてる頃から、建築限らずインテリア、エクステリア、または何だろうな、アイ、インダストリアデザインってやったこともやりましたし、照明もやってましたし、いろんなことをその同時にやるというのが、非常に面白いと。で、どうして面白いかというと、それぞれの何て言うかな、そういうインダストリーというか、そういうカテゴリーの中で すごく職業的なプロフェッションが強く出来上がってくる中で、違う常識が発生していくんですね。で、建築での常識、イベントの世界での常識、照明屋さんの常識っていうのがまた違う。で、違うってことは、その違う常識を違うところに持ち込んだ時に、ちょっと革命的なことが起きてきたり、面白い発見がある。そういうことがあるので、違うことを同時にやっていくことで、それをエクスチェンジしていくというのがやってきたことですね。で、その後3年オランダに住んで、オランダ建築の勉強をしたり、あと子供の世話をしたりしたんですけども、で、その後1年スリランカに住んで、で、タイに来たと。で、なんでタイにここで腰を下ろしたかというとこなんですけども、オランダはやはりその文化的にあまりかなりやっぱ遠かったというのが一つありますよね。で、オランダはもともと行こう、そんなに行こうと思ってたところではなかったんで、ただ結果的に行って、すごくいろんな、なんていうかな、ヨーロッパ人がいっぱい集まってたところなので、いろいろなヨーロッパ人のキャラクターの違いというのが、ヨーロッパ一緒くたでなくて、例えば西洋人から見て中国人、韓国人、日本人全員同じなわけだけども、実際そのメンタリー、キャラクターとかかなり違う。それと同じようなことがヨーロッパでも、あんだけの数の国がある中全部違うっていうのが、そういうことが見れたっていうのが面白かった。つまり全員が違う常識を持って、つがい判断基準を持っていて、その上でイエスノーを言ってるというのが面白い。つまり日本に出た時に常識というのは変わってくるというか、で、常識が日本の外なのか内なのかという単純な一対一の構造じゃなくて、もっとマルチな関係で常識が崩壊してくるというのが面白いと。で、スリランカは、人生で一度は海、ビーチに住んでみたいというのもあったし、あとジェフリー・バワーという建築家がいるんですけども、もう亡くなりになったんですが、彼が好きで、そこの住んでみるという経験をしたくて行ったんですけども、で、そのスリランカに行ってる時にバンコクに来たんですね。で、したらもともと東京で生まれてるので、都市で生まれてるという人間として、憧れでビーチに住んでみるんだけれども、実際はやっぱ都市で生まれてる、都市に戻ってくると。で、バンコクという都市が、東京以上に東京を感じたっていう言い方も変ですけども、非常に都市を感じたわけですね。で、それが何をもって都市を感じるかっていうと、いかに異なる物事が同時に一箇所にあって、それら同士で発電している状態、つまり動いてる状態ですね。だからジェネレートしてる状態っていうのが、バンコクはものすごいあって、そのダイナミックな感じが東京がかつて持ってたような雰囲気がして、で、これは面白いなということで、バンコクからと10年ぐらいお付き合いをしているという具合ですね。
そしてですね、質問をされた、ジェネレーションというところなんですけども、ジェネレーションがどうなんていうかな、下の世代と上の世代でぶつかってきたとか、そういう話なんですけども、自分が思うジェネレーションというのは、国によってかなり違う、そのなんていうかな、もしその国を移るとき、移ってしまうと、そのジェネレーション前持ってたジェネレーションギャップという考え方も一瞬にしてまた構造が変わっちゃうと。で、そのかつてのなんかジェネレーションの拮抗みたいなよりも、現代の方がいろんなインターネットとかそういったことのデバイスとか、そういうシステム自体が政党とか人とかがこうなんて自分たちで何かこうレボリューションを起こしていくとか、そういうことよりももっと強い力で世の中をこう変え、一瞬にして変えていってしまうという状況が今あると思うんですね。で、大きいレコード会社が消えてしまうとか、新聞社とかテレビっていうもの、そういうなんかもう絶対不変だったものな感じなものが、絶対不変といっても所詮100年超えてないものだったりするんですけど、そういうのがダイナミックに変わっていくという状況が今あって、非常に面白いなと思っていて、でかつて若い頃、高校生とかその頃は20年代に生まれたら一番面白かったろうなとよく思ってたんですね。でその頃日本経済イケイケ状態でバブルなんですけども、ただそこにはなんかそういう大きい社会の構造とかヒアルキーが変わる感じというのはなかったと思うんですね。だから20年代に憧れたというのは、20年代が持ってたその新しい技術とかの完成による、もうなんか根本的にいろんなことが変わってくるという、つまりレボリューション、そういった革命的な状況に対する憧れというのは常にあって、でそれが今今生きているこの現代自体が非常に革命的な状況にあると思っているので、最近は全くそういう20年代に戻りたいというような気はなくなってますね。でそれが時間軸で切った場合で、あとは水平で場所で切った場合に、日本から出たのは30歳前後なんですけども、それは日本から出れないので、その出てないので旅行しか行ってないので、そういうなんていうかな、変革が起こる状態というのが非常にこうフレームがあって限界があるわけですね。だけど一回外に出てみると、さっきの話した話につながるんだけどもいろんな常識が、よく日本の常識は世界の非常識とか、そういう言い方がありますけど、それが単純に世界というのがグローバリゼーション的な、なんかアメリカの話だとか、なんかそういう一個に集約するんだけど、実際もっとマルチな、すごく多様な状況があって、つまり多様な状況がぶつかり合っている状況が世界で、いろんな状況が変わっていくと、そうすると自分の住むなり移動していくと、それによって自動的にですね、いろんなものが、違うものがぶつかり合う場所っていうのに自分自身がもっと積極的に存在する形になる。それで今こうバンコク、東京とかその他動いたりしてる時の面白さというのは、そういう激動する状況というのを自分自身で作っていくということができる。それがやっぱり2つのセクションがあるんですね。だ縦で割ったその時間、ジェネレーション的な話と、あと横で考えてた地域的な話で、その双方でアクティブな、なんか異質なものがぶつかり合うことで何かが発生するというような、状況の交差点としてバンコクというのがあるのかなと。それが自分にとって のバンコクであるなという気がしますね。だからジェネレーションというのも、ここに来ると自分の友達はほとんど自分より10歳下、20歳下っていう非常に不思議なことになってて、それは日本という構造の中では非常に難しいし、で変な話、英語でほとんど会話をしてるし、そのなんかありえない構造がどんどん増殖していくという感じが、未来を感じる、つまり書けない、そのディスクライブできない未来があるというのが楽しい
ていうのがなんか日本でよく言われるノーフューチャーという未来が今描けないっていうのは、あのもう分かってることに囲まれてしまってるっていう、あの想像の範囲内、想定の範囲内という言葉がありますけど、全部範囲内っていうそのフレームの中にあるっていうのが未来を感じられないことなんで、こうやっぱりフレームをぐちゃぐちゃにしていくっていうのが未来を作る鍵かなと思ってます。I'm going to go to the next one.